次に中村舞君を指名いたします。中村舞君。大阪維新の会の中村です。通告に従い順次ご質問させていただきます。まずはじめに大阪府における救急医療体制についてご質問させていただきます。近年救急搬送時に受け入れ先の病院が見つからない、いわゆる救急患者のたらい回しという事案が全国各地で大きな社会問題となっております。全国データを見ましても、通報から病院に到着するまでの時間が年々増加傾向にあります。なお府内の現状をお聞きしたところ、平成22年は平均 32.6 分、平成23年は 33.8 分とやはり増加しています。全国平均の 38.1 分、 37.4 分と比べると少しましではありますが、時間が長くなるに従い症状が悪化すると考えられるため、30分以内には収めたいところでございます。時間の内訳に目を向けますと、ここ10年、時間が増加する一方、通報から救急車の現場到着までの時間がほぼ7分となっており、時間の増加原因は受け入れ先が決まらないことが原因であると言えます。府内でも平成19年末から翌20年の年始にかけて、複数の病院に受け入れを断られた患者が、結果的に搬送先において死亡するという悲しい事件が相次いで発生しました。この問題は受け入れ医療機関のスタッフ確保といった課題や、患者側の社会的背景、例えば、酔っ払っている状態であるとか、医療事故にできるだけつながるものは避けたいと考える病院側の事情など、さまざまな原因がありまして、簡単に解決できる問題でないのは分かります。しかし、緊急度、重症度の高い患者の診断や治療が遅れれば遅れるほど、命の危険にさらされる恐れも大きくなり、また、治療を必要とする患者さんが速やかに搬送されて、治療をいち早く受けることができれば、救命率の向上にもつながります。この緊急患者のたらい回しの問題は、非常に重大な問題であり、解決のための体制整備が必要です。それではお伺いいたします。搬送先の選定に苦労する救急事案を解決するために、現在、大阪府としてどのような取り組みを行っているのでしょうか。健康医療部長、お願いいたします。健康医療部長、高山義弘君。救急医療体制の充実強化についてお答えいたします。消防と医療の連携を推進し、迅速円滑な救急搬送受け入れを行うことを目的に、平成21年10月に施行された改正消防法に基づき、大阪府におきましても、救急患者の病態ごとに治療の提供が可能な医療機関のリストや、救急隊が現場で患者の状態を観察するための基準等を定めたルールを府内全域において策定運用しているところでございます。また救急隊が搬送先の選定に長時間を要する場合には、複数の医療機関に一斉に受け入れ要請を行い、医療機関が直ちに受け入れの可否を応答することにより、搬送先医療機関を確保するシステム、いわゆる救急 SOS 守ってネットや、それでもなお決まらない場合に限り、最後の取り出として救命救急センターでの緊急避難的な受け入れ、または搬送先の調整を行う仕組みとして、3次ネットワークコーディネート事業を運用している ところでございます。さらに、地域医療再生基金を活用し、地域の中核的な救急医療機関の受け入れ能力向上につながる医療機器整備への補助や、大阪府広域災害救急医療情報システムの機能拡充など、ソフト、ハードの両面から体制整備を行っております。
中村舞君。大阪府としても守ってネットや三次ネットワークコーディネート事業など体制整備を行っておりますが、救急現場からはシステムとしては素晴らしいものではあるが十分機能できておらず、依然として搬送先の選定に時間を要することが多くあり困っているということを聞きます。そんな中、国は患者の受け入れを断らないノーと言わない病院を全国に100カ所程度整備する方針を決め、必要経費を補助するための予算を来年度予算の概算要求に盛り込んだという報道がありました。この度の国が示している案も円滑な救急搬送受け入れ体制を整備する取り組みの一環として検討しているものだとは思いますが、例えば必ず救急患者を受け入れる医療機関を地域に1カ所整備するだけではその病院に患者が集中することとなり、スタッフの負担や疲弊を増大させることも心配されます。そして何よりも今回の取り組みでは抜本的な解決にならないのではないかと私は思います。現在のシステムを改善発展させること、医療機関の意識改革、患者側のモラルの問題なども解決しなければならないと思います。今後も救急搬送件数の増加が予想され、またこのような国の動きもある中、府民市民の生命を守る取り組みをしっかりと進めていく上では、大阪府として消防機関、医療機関等、救急業務に携わる現場関係者の声を十分に汲み取り、施策に反映する、させていくことが必要であると考えますが、いかがでしょうか。健康医療部長にお伺いいたします。健康医療部長、高山義博君。救急業務に携わる関係者の声を踏まえた施策展開についてお答えいたします。救急医療に関連する施策を継続的に検証し、より効果のある施策を展開する上では、日々の救急医療体制を支える消防機関、医療機関等の関係者との意思疎通が不可欠であります。このため各地域で開催される会議への参画だけではなく、日頃からの積極的な現場訪問等を通じて実態把握に努めながら、課題への対応策等について検討調整を行っているところでございます。具体的な事業の実施にあたりましても、現在府内すべての消防本部に出向き、消防機関のニーズをきめ細やかに伺いながら、これまで救急隊が紙媒体で行っておりました病院選定や活動記録の作成などの作業を大幅に軽減すべく、スマートフォン等電子機器を活用したシステムの開発を進めているところでございます。今後もこのような取り組みを着実に進める中で、救急医療体制を支える関係者の声を真摯に受け止めながら、現行の限られた医療資源を有効に活用し、救急医療体制のさらなる充実強化に努めてまいります。中村舞君。このノーと言わない病院を100カ所程度作る概算要求の段階とはいえ、その100という数字の、積算根拠も非常に曖昧といいますか、何か取ってつけた感じがしないこともありません。実際この事業について国の方でも具体的なイメージができているのか、私は危惧しています。現在大阪府では国に対し事業内容の詳細を確認しているとのことですが、何分大阪のような都市部とそうでないところでは状況や課題も様々です。大阪の実情に応じた施策が行えるよう現状を踏まえた提案を行うなど、大阪府の施策が後退することのないよう国に対して積極的に働きかけていただきたいと思います。消防機関にお話を聞きますと、通報があってから患者さんのもとに一刻も早く駆けつけるため、さまざまな取り組みや工夫をされているようです。しかしいくら早く駆けつけても搬送先がなかなか決まらず、結果医師の管理下に置かれるまでの時間が長くなり、
病状、症状が悪化するとするならば、府民や市民の皆さんにとっては大変不幸なことであります。救急医療体制と一言では言いますが、消防機関の救急体制と受け入れ先となる病院などの医療体制がしっかりと協力、連携することで、限られた医療資源が有効に活用され、ひいては府民、市民の皆さんの生命を守ることができるのだと思います。救急医療体制のさらなる充実を図るためにも、しっかりと頑張っていただきたいと思います。次ですが、大阪府におけるクラウドファンディングの活用についてご質問させていただきます。私、この2月の商工労働委員会で、これからご説明するクラウドファンディングの質問をさせていただきました。クラウドファンディングというのは、企業や個人がこういう事業をやります。広く大衆に呼びかけて資金を広く調達する方法、仕組みを言います。欧米では新しい資金調達手段として、市場規模は着実に拡大しておりまして、日本におきましても銀行借り入れ以外の資金調達手段として活用が徐々に進んでおります。大阪府におきましては、平成25年度当初予算の要求過程で、企業の資金調達の仕組みとして、クラウドファンディングの活用を検討されました。結局、予算化には至りませんでしたけれども、私は非常に面白い仕組みだと思い、委員会で質問として取り上げ、税に頼らない新たな官民共同の事業構築など、将来の発展の可能性を秘めたスキームであり、事業のための財源確保に困窮する大阪府においては、前向きに検討することが必要であると言わせていただきました。その後、大阪府では中小企業対策としまして、国の緊急雇用創出基金を活用し、クラウド型ファンド活用促進事業をこの7月からスタートいたしました。そこで、中小企業支援としてのクラウドファンディングの持つ意義と、ご決意を商工労働部長にお聞きしたいと思います。商工労働部長笠原聡君。クラウドファンディングについてお答えいたします。大阪でのビジネス創出には、人物、情報、そして金が集まることが重要です。クラウドファンディングは、府内中小企業にとって、新たな資金調達手段であるとともに、潜在的な市場のニーズを汲み取る仕組みであることから、積極的に活用できる環境整備が必要と考え、事業化を推進してまいりました。今回の事業化にあたって、大阪で拠点を有することを委託先選定の要件としたことにより、大阪でのクラウドファンディング事業者の誘致にもつながっております。現在、制度活用の裾野を広げるため、クラウドファンディングの啓発とともに、クラウドファンディング事業者と府内各地域の支援機関や金融機関とのネットワーク作り等を進めております。これらの活動を通じて、創業ベンチャークリエイティブ企業をはじめとした府内中小企業がプロジェクトの事業化や成長のための資金調達手段として、クラウドファンディングを効果的に活用できる環境をしっかり整えてまいります。中村舞君。事業が魅力的で将来性がありながら、創業やベンチャーなど金融機関からの資金調達が難しい企業にとっては非常に有効な手段であると思います。8月に大阪府主催で開催しました普及促進セミナーでも定員を上回る参加者が集まるなど、企業の関心も高くなってきています。ぜひ大阪府が国を先導するモデルとなるよう楽しみにしております。2月の予算資料にポイントとして、中小企業の資金調達等に加え、事業効果として、ここがポイントになるんですけれども、商工分野以外でも、まちづくり、都市魅力等の分野でも活用可能という言葉がありました。かねてより、どうにか大阪府の財源不足を少しでも解消できないか、そう考えていた私にとっては、非常に面白いお金を集める仕組みに感じられました。さて、クラウドファンディングの先進地であります欧米には、
公共プロジェクトに特化したクラウドファンディングが存在します。画面をご覧ください。こちらはアメリカの事例で、子どもたちに環境意識や、自らが育てた植物を食べることの喜びを伝えるためのプロジェクトです。はい、次ですね。次はイギリスの、寂れた埠頭を人々の憩いの場所として整備するためのプロジェクトです。はい、ありがとうございました。この仕組みは事業企画者の資金調達面での満足はもちろんのこと、広く一般に自らがまちづくりなどの事業に参加できる機会を提供して、これに共感した資金の提供者にも実現に向けた夢を共有するといった満足感を与えます。自らが欲するものを自らが選び自らの手で達成するという民意を反映した仕組みであります。ここでキーとなるのは共感と共有、そして民意です。私はここに公共施設に対する民意の反映のさせ方や、これからの税収だけに頼らない新しい財源確保のヒントがあるように思います。次いいですか。画面ご覧ください。これはクラウドファンディングを日本の地方自治体が初めて利用して、成功した事例です。名古屋市の東山動物園がコアラの餌であるユーカリの栽培費用の支援を募り、わずか1週間足らずで目標金額100万円をはるかに超える476万円を集めました。財政状況の厳しい大阪府においては、斬新な財源確保、事業家のアイデアが必要と考えておりますが、大阪府でのクラウドファンディングの活用についてどのようにお考えか財務部長にお伺いします。財務部長、井上博之君。クラウドファンディングの利点は、支援者にとって個々のプロジェクトの企画提案に直接賛同の意思を示し資金提供できること、事業者にとってツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアを活用し情報を効果的に拡散できるため、より多くの人から資金を集められる可能性があることなどが挙げられます。議員お示しの資金募集におきまして、名古屋市の東山動物園の成功事例もありますことから、府の事業への寄付を集める手法の一つとして事業を所管する関係部局に対し情報提供を行ってまいります。中村舞君。ぜひ財務部として予算をカットするばかりではなく、どうすれば少しでも多くの住民サービスを提供できるように財源を確保していくのかもアンテナを張っていただきたいと思います。今年の6月、松井知事はアメリカのニューヨークで廃墟であった列車の高架を公園としたハイラインを視察された際、自分たちの街づくりには自分たちがお金を出す、そういった雰囲気づくりが必要と関心を示されていました。こちらは同じくニューヨークのローライン、地下鉄の廃液を再利用して公園を建設した15万ドルを集めたプロジェクトでございます。先ほど上野議員からもお話がございましたが、万博公園にある太陽の塔の内部を常時公開する計画に伴う改修工事の費用が多額になるとして計画を白紙とするという新聞記事が出ていました。公園の収支状況や府民ニーズを踏まえゼロベースで検討する、そのように発表されてもおりました。大阪万博はいまだにファンも多く府民ニーズも高いと思います。まさにこうした事例において財源確保の手段としてクラウドファンディングを活用できるのではないかと私は思います。現在大阪府は財政難であり、一部の府民にとっては重要な課題、必要なものであっても全体最適の観点から優先度が高いと判断されず、先送りなどがされている事業が多くあります。そこで住民が自ら望む公共プロジェクトに対し住民自らの資金を投じるという新たな財源確保の手法を導入すれば、府民の参加意識も鼓舞され、
かねてより知事がおっしゃられている民意を活用した事業手法が可能となると考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。知事松井一郎君。中村舞議員のご質問にお答えをいたします。6月に視察に参りましたニューヨークのハイラインは、自分たちの町をの魅力を高めるために広く資金を募るという民意の集結結集によっての成功例で、クラウドファウンディングが活用された事例として認識をいたしております。このように民間の知恵と資金が結集することで、民間経済の活動の活性化はもちろんのこと、公共プロジェクトへの参加へも寄与するものと考えています。まずは府内、中小企業の成長経済の活性化のために、クラウドファンディングを効果的に活用できる環境を整えるとともに、公共プロジェクトのプロジェクトの検討にあたっては、クラウドファンディングをはじめ民間の知恵と資金の活用の手法について研究してまいります。中村舞君。よろしくお願いします。大阪府にはふるさと納税制度もあります。ふるさと納税、クラウドファンディングともにそれぞれ特性に違いがあります。しっかり研究していただき、事業の特性に合わせてぜひ前向きに活用を検討していただきたいと思います。最後に大阪産業の活性化についてご質問と要望させていただきます。2020年夏のオリンピックが東京で開催されることが決定いたしました。大きな経済効果をもたらすと多くの人が喜び期待されております。確かに今回の東京オリンピックは東日本大震災の被災地復興を掲げ、この点については非常に意味のあることだと思います。一方で国のお金が再び東京へと集中するであろうことは想像に難くありません。大阪にとっては影響も大きいと思います。民間では今回の決定を受けて、大阪で倒産が増える、大阪を出るかという声も一部には出てきていると聞いております。心配される東京一極集中や大阪からの企業流出を食い止めるには、これから先これまでとは違う大阪独自の路線施策を考えていかなければなりません。商工労働部として東京開催の決定についてどのような認識をお持ちでしょうか。またどのような施策展開を考えていらっしゃるのか、商工労働部長へお伺いいたします。商工労働部長笠原聡君。大阪産業の活性化についてお答えをいたします。2020年のオリンピック・パラリンピック開催により、東京一極集中が進むことのないよう、大会開催に伴うさまざまな投資や外国人観光客の増加などの波及効果を大阪・関西に積極的に取り込んでいく発想が重要でございます。その上で、大阪が東京と並ぶ東西二極の一極として日本の成長を牽引する役割を果たしていくべきと認識をいたしております。このため商工労働部といたしましては、大阪の強みを生かす産業技術の強化に向けて、国際戦略総合特区の活用等により企業集積を高め、イノベーションを生み出す国際的な競争拠点の形成を図ってまいります。また優れた技術を持つ大阪の中小企業がライフサイエンス、グリーン両分野をはじめとする成長分野に参入し、事業を拡大していただけるよう、企業間や研究機関等とのマッチング、技術開発の助成制度等による支援に取り組んでまいります。企業の流出防止という観点では、府内の主要企業の投資動向などに常にアンテナを張り、用地情報の提供や府内操業を維持していくための府や国の支援策の活用を働きかけるなど、企業集積を生かした成長促進に取り組んでまいります。さらに企業の集積促進には、物流、住宅、教育などさまざまな要素が求められておりますため、関係部局や市町村とも連携をして、
立地環境の向上に努めてまいります。また経済全体の底上げには中小企業の活性化が不可欠でございます。引き続き商工会議所等を通じた経営支援、ものづくりビジネスセンター大阪、モビオや府立産業技術総合研究所などによる技術支援や販路開拓支援、あるいは地域の金融機関と連携した金融と経営の一体的支援により中小企業の街大阪の活性化を図ってまいります。今後ともこうした取り組みを重ねることにより特区を核とした成長産業の振興と中小企業のチャレンジの応援を車の両輪として大阪産業全体の底上げを図ってまいります。中村舞君。今回の決定は大阪にとってはピンチであると考えています。ピンチをチャンスに変えるには前例にとらわれることなく大きく考え方方針を変えることも必要です。そこで私が以前より企業の活性化の阻害要因の一つ、大きな負担の一つと考えております、事業に供する家屋にかかる固定資産税、都市計画税についてお話をさせていただきたいと思います。固定資産税、都市計画税の課税主体は皆様もご存知のとおり、その固定資産の所在する市町村とされております。納税義務者は毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に所有者として登録されているものです。課税方式は付加課税方式で、課税主体すなわち市町村が土地及び家屋の固定資産税課税標準額を算定しまして、これに税率を乗じて計算した税額を告知して納税義務者が支払う方法で行われています。言い換えると税額については納税義務者にとっては完全に受け身の形となっています。課税標準額は評価基準や手続き等を定めた固定資産評価基準を総務大臣が告示、これを受けた市町村が課税基準となる固定資産台帳に登録される価格を決定します。かねてより産業競争力を低下させる要因として企業負担となっている固定資産税、都市計画税の高さを指摘される機会が少なからずありました。商工会議所も負担軽減について繰り返し要望していると聞き及んでおります。中には市町村の窓口に対し計算方法の是正を訴えた企業もあったと聞きました。国が定めた固定資産評価基準に基づきルール通りやってる、計算方法の是正や減額処理はできないと言われるばかりであったそうです。県もほろろといった感じであったと聞いてます。土地の評価には主に路線化方式が採用されており、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努める、土地基本法第16条の趣旨を踏まえ評価が行われており、おおむね安定し納得いくものとなっていると言えます。一方で家屋の評価については再建築価格、簡単に説明しますと建築当時の材質構造で今同じ建物を建てればいくらになるかをベースにして、この再建築価格に経年減価率などを乗じて評価額とされています。当然いい建物は価格も高く見積もられて、そうではない建物との差が出ます。ここで私が特に事業に供する建物について問題としたいのは、建築当時いい材料を使って強固で耐震性に優れた建物を建てて事業に供している、事業に用いている場合、そうではない建物と比べて評価額も税額も高くなるという仕組みがおかしいんじゃないかと考えているからです。再建築価格によって計算された評価額が前年の評価額を上回る場合、社会通念上不合理であるという理由から前年の評価額をそのまま適用する、評価額が上がらないようにするという措置はされています。そこはいいんです。問題なのはそもそも人や物が集まる、大型の集合型のビルであったり、公共性が高く安全基準も厳しく求められるホテルや旅館、その他の施設が当然のこととしていい材料で、構造上も
強固堅牢な建物を建てて事業をしている場合、いいものを建てたというだけでその建物の存在意義であったり地域への貢献等を加味することなく評価額は下がらず、結果として高い固定資産税を継続して負担している。その点が非常におかしいのではないかと考えています。いい建物で経営しているからといって企業は価格には転嫁できません。うちは高い固定資産税を払っているからといってお客様を呼んだり値上げをしたりはできません。良質な材料、構造、耐震性を有する建物を所有し事業を行っている企業が倒壊の危険もなく地震などの有事の際には避難所としても府民、市民の安全、安心に寄与している、または寄与するであろう企業がこの固定資産税、都市計画税の高さゆえに経営を阻害され資金繰りに窮するようではそれこそ不合理であると思います。これは国に対する要望、総務省に対する要望になろうかと思いますが、現在企業にとって大きな負担となっています家屋、特に事業に供しており、かつ公共性の高い建物にかかる固定資産税の算定基準について、評価基準、実施方法、手続きなどの見直しを含めた要請をお願いしたいと思います。並びに府内各市町村への協力についてもお願いしていただければと考えています。固定資産税は市町村にとって、本当に大切な大きな税収であることは私も十分理解しています。ただここで少し考えていただきたいのは、府民の利益に寄与する建物であること、そしてこの厳しい負担により企業が潰れるようなことがあれば、その企業からの税収が国税であれ、府税であれ、市町村税であれ、すべてなくなってしまうこと、そして何よりもその企業で働いている人たちの職場を奪うことになること、そこをしっかり考えていただきたい。さらに下請け、仕入れ先などの関係する会社、従業員やその家族まで含めて考えれば非常に大きな影響を与えます。今後の大阪の企業の活性化を図るため、大阪経済をこれ以上地盤沈下させないためにも税制度も含めてさまざまな観点からも議論を行い、ご検討くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げて、私の一般質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。